こんにちは、まゆです。いつもありがとうございます。今日は、手が消えますっていうね、魔法をしてるっていう感じです。このうちのリビングにものすごくいい光が、太陽の光が入って、反射してですね、照明に。 プリズムみたいなねとっても綺麗な光が入るのでここでと思ったんですよテラスのね窓がこう光ってしまって四角いポータルが開いてるみたいですねここから入れそう <laughs> 過去とか未来の時間軸とか違う次元へガオみたいな感じしますよねサムネ見ていただけましたでしょうかなんと金流自分が見えている金流をちょっと可視化してみたんですよ初めて。 今まで絵文字の中の竜って打つと出てくる緑のね、こう竜があって、それを使ってたりしたんですけど、ちょろちょろっとね。でも今回は竜、見えてる感じをビジュアライズしてみて、現実に出してみたっていう感じなんですが、どうでしたんやこれって思いました <laughs> え。娘はね、あ、何これ金竜がいるみたいなね、感じで見てくれたので、あ、よかったと思ったんですが、今回は 顎のせエピソード、小話なんですが、顎のせエピソードをお話しできたらなと思います。あの、サムネの通りです。こうやって。こうやって、この間ですね、ポンって置いてきたんですよ。で、一言。俺じゃ不満なのって言いました。 なぜその仕草をするのか、なぜ俺なのかっていうところがまずあると思うんですが、これは皆さんにとっての竜、金竜もいろんな他の色の色、姿、形の竜もスピリットガイドもそうだと思うんですけど、一緒についてるって言ったらですけど、サポートしている人とのパートナーシップのための最適化だっていう理解でいるんですね。それをベースに、あなたとそのスピリットガイド、私とスピリットガイドがより スムーズにコミュニケーションが取れるだとか、受け入れやすいメッセージ、こちらにとって特にですよね。こちらにとって、パンって入りやすい。私だったら、イケメンのコラしっぽいっていうと、ふーって聞いちゃうみたいな、ちょろいなって感じだと思うんですけど、リュウってだけでかっこいいのに、しかもゴールドになって、顎を置いてくるとか、デレな感じで、でも、俺じゃ不満なのみたいな、え、何それえ、信頼してるって、心から信頼してるって、素直に言える、そういうキャラを、 パーソナライズししててててくれてるのかなっっいう認識が降ってきました、えー、私にとってはこうお話しするネタがいつも「何そのキャラ」みたいなね感じに思われても仕方がないと思うんですけど本当に百種百用十 <laughs> 人十色いろんなキャラであったりとかもう性別すらも固定がないと思うので。 今回、お礼とか言ってくれてますが、私っていう時も、銀流の時もそうだったんですけど、中性だったり、私だったり、俺だったり、なんかちょっとおっさんっぽかったりとか、いろいろキャラがその時によって変わってた印象があるんですね。で、それはその時の私に入りやすいキャラ、ノリだったりとかするのかなという認識でおりますが、皆さんの竜さんは元気ですか 竜 <laughs> 見えるよとか竜とこんな風に交流してるよっていうのはちょくちょくお伺いするんですけどコメントであったりとかインスタを通してですとかあるんですがやっぱり私の場合はここであったりとかこの辺でまあ見えるという感覚があるんですねそのか感じるっていうもちろん肉眼ではなくてまた妄想話してんなと言われたらまあ手辺みたいなのしか言えない証明ができないっていう状態なのであれですが例えば音でとか何かの記事を見たり ヒントをくれがっつり写真に写るとか、あのう雲としてね、姿を表すとか、そういった形でコミュニケーションを取ってくれるっていうりゅさんもいっぱいいると思うので、それぞれの形があるのかなと。で、私の場合はイケメン好きなんだろうみたいな、<laughs> だったらイケメンキャラでいくと言葉入るでしょみたいなね、感じの手の上にね、乗ってる感じはちょっとしますよね。 信頼していくいや今回皆さんが興味あるのは竜であって私には興味がないんだとか私には価値がないんだとか言ってすね始めちゃったすねかけちゃった時のエピソードを前回シェアさせていただいたんですけど。 続きみたいな感じだったと思うんですねで、俺じゃダメっていうのも家っていうのは分かってって言ってると思うんですよねパートナーとして信頼できるか自分はその理由がつく理由がサポートに来てくれているいろんなスピリットガイドがそばにいてくれるっていうのにふさわしいと思っていらっしゃるかどうかっていうのはとってもこのパートナーシップに大事なことだっていうのも学びました 私なんてとか、いや、リュウナってその大層なものがね、ついてるんじゃないかって私、すごく思ってたんですけど、自分にふさわしいサポートが来ているんだと、自分に最高最善のサポートが来ているんだって思えることと、自分を信じること、相手を信じること、 それれを言われたような気がしますもう一言しか言われてないのに深読みというかね要しゃべるなバージョンなんですけど言葉では「俺ちょっと不満なの?」みたいなちょっとかっこいい感じになってましたけど意図としては感じられることっていうのはやっぱり自分に価値がないと思ってたらいないとあなたにも金龍さんなり他の龍さんとかスピリットガイドがついているのはあなたが価値があるから。 存在してるるだけで価値があるからそしてあなたと学び合って成長していきたいから向こうの次元から見てやっぱり見やすいわけですよねこ,こっち行ったらいいやんとかこれやってあげるよとかサポートっていう形で手も口も出しやすい状態なんですよねそれを素直にパッてチューニングして受け取れるかどうかっていうのが信頼関係というかこちら側も信じる甘える でそれがスペリットガイドにおいてはご自身の成長私たちの成長がもう餌餌, <laughs> 餌というか一番の喜びなんですよねなので何かを隠すとか感情であったりとか思考であったりとか隠すとかなかったことにするとか見て見ぬふりするとかっていうのをせずに「おなんかこんな感情湧いてきたぞどういうこと助けて」とか「これどういう意味翻訳して」とか <laughs> 向き合っていく時にそばにいてくれる。 感じかなというのが伝わってきました本当にそのパーソナライズされていて自分にとっては入ってきやすいキャラであったりセリフであったりっていう風に思えたんですよねちなみにこの漫画知ってます?「ブラックバード」っていう漫画私大好きなんですけど前回持ってるんですがここの中に出てくるあやかしである、まあ、主人公のねカラス天狗の京様と人間のミサオちゃんなんですがミサオお前に愛されるために 美ししいい姿をしているんだとお前に見つけてもらうため、お前を振り向かせるために、お前に愛されるために、この姿で生まれてきたんだっていうセリフを思い出したんですよ。言ってた、言ってた、教祖は言ってたっていうふうに、それに近いのかなと思いました。まあ、これ漫画の世界なんですけど、もちろん漫画家さんってやっぱりインスピレーションを得て書いてらっしゃると思うので、そういうとこつながるとこあるかなと思いました。お互いのために、お互いやっぱり好みの、好みって言うとあれですけど、なんかツボ 例えば、あの、ちっちゃいおじさんが見える人いるじゃないですか。ちっちゃいおじさん、なんでちっちゃいおじさんって思うかもしれないですけど、なんで私ちっちゃいおじさんなんだろう、あ見えるんだろうって思った時にね、その方が、え、なにこれやって興味を引くとか、なにこれ可愛いって思ってもらえると判断して、その姿で出てきてるとかね、っていうふうに見えるんですよ、私には。なので、ちさおじさんが、 見たいと思って見えるかというと、その人にとって最適じゃなければ違う形で見えるかもしれないんですよね。そしたら違う妖精の形で、あと羽がピ,ピピピって生えてる妖精の方があ、私にはこの妖精がついてるって思った方が入りやすければ、多分その形に見えると思うし、合わせてきてくれると思うんですよね。スピリットっていう、本来は非物質の、ね、ところにいるので、 姿は自由自在、サイズ感も自由自在ですし、色とかもね、本来変わると思うで、まあ、象徴している色とか、形っていうのはもちろんあると思うんですけど、まあ、そういう部分もあるんじゃないかなっていうふうに思えるあのエピソードでした、ね。今回、ちょっとね、あんまうまく話せてないんですけど、顎のせがうまいこと、笑いネタになってないかもしれないんですが、その続きなんですけど、顎をのせて、じゃあ、俺は不満なのって言ったときに、え、うんうんって、そんなことないって。 言って、いや,いやいやいやみたいなねことを言った後に、なんか笑ったんですよ分かってるよじゃないですけどもちろん分かってて言ってると思うんですねでも私が全信頼できてるかっていうのを自分で自分を疑っちゃったと思うんですよねじゃあこっちでしょ同性みたいなみんなが好きなのうでしょとか言ってすね始めたから、うん、自分を信じることも忘れていたし自分の価値とじゃあ自分の価値を疑ってしまうと一緒に存在しているパートナーシップを結んでいる スピリットガイドたちの存在も疑ってしまうことになるんですよね。こう連動してしまっているというかね。それをチェックしに来てくれたのかなと。で、その後に、うん、わかってるよみたいな感じ。そう言って、言ってはなくて、ちょっと微笑んで、で、その後に、とぐろを巻くじゃないですけど、ぐるぐるって私の周りをですね、なんか E いいサイズ感になってくれて、ぐるぐるって巻いて、ぎゅってこう。 ギュッて締め上げ、締め上げら、締め上げるっていうと表現よろしくなさすぎるんですけど、え、なんかギュッてなったみたいな。で、パッて離して、で、左の方に抜けたんですよ。あれ今のハグハグ今のハグみたいな。<laughs> ハグしてもらったのかなっていう、ちょっと時差があったんですけど、なんか手、手がこういう感じで、こうやってハグじゃないんだなと思って。なんか全身で <laughs>、 包んで、ぐるぐるぐるみたいなで、ぎゅってなって、去るっていう。<laughs> ハグ、こんな感じなんだ、嬉しいと思いました。信頼してるってことを思い出したみたいな感じで、自分を信頼すること。で、スピリットガイド、サポートしてくれている存在を信頼すること。できてるできてるね。オッケーみたいな感じで、ぐるぐるって、ぎゅピュゅみたいな感じでした。そんな 小話です。<laughs> ビジュアル化してみたので、何かコメントそこにもね、いただけると嬉しいです。あで、目は、目はですね、なんか書かない方がしっくりくるんですね。無料素材というかあの、会員登録してダウンロードできる素材屋さんがあって、でそちらでダウンロードしたんですけど、あこれリンク貼っておきますね。私がいつも見えてる感じ に近いもの近いもの近いものっていうのをバーッてイメージしながら探していってああこれが一番惹かれると思ってまあそれが完全に一致してるかというとあれだと思うんですけどこのお姿が一番。 ししっくりきましたで目がない方がなんかね目目,目線って何か私が感じるかっていうとあんまないのでなんか目がないバージョンえあると思うんですよなんかこっち見て笑ったとか言って感覚で受け取ってるってことはパーツはあると思うんですけど可視化するときに実際にこう物質化する,する時にない方がしっくりきたのでその画像を使わせてもらいました。 こんな感じで、もしこんな小話がですね、何かの役に立てたら、ぜひ思われたこととか、こんな感じで気づいたよとか、うちはこうだよとかね、コメント欄で交流してくださるとめちゃくちゃ嬉しいですし、高評価、チャンネル登録で応援してくださるとめちゃくちゃ励みになるのでよろしくお願いします。ありがとうございました。聞いていただいて。またぜひお話ししましょう。ではでは。